急な呼び出しだったのに来てくれて嬉しいわあなたはフォドラの英雄だものまあよかったちょうどちょっと時間のかかあのね聞いてくれるかしらありがとうお願いっていう一緒にフェルディアに行きましょう養父に何て言ってやるかは私は私の選んだ道を生きて行きますから私の運命はあなたでもずっとそう言ってやりたかったのよねうんそうねどこから話前心に決めた人がいるって言ったわよね私はずっと本気だったわよもしかして嫌だったかあらあらあらええ私すごく嬉しいわちゃんと伝えられてよかったこれからはあなたと一緒に生きていける他でもない私が私の意志で選んだ道をあなたと一緒に歩いていける私とんだ幸せ者ねだけど先生人生はたった一度きりよ私はたくさんわがままを言うと思うわ誰かの力になってあげられる人になるそうだったわねそういうあなただからこそそれじゃあ早速旅支度をしましょうかあのね先生私おっちょこちょいでうっかりしててそれでもあなたが困った時には精一杯あなたの支えになれるだからこれからもよろしくね、先生。